12月16日から17日にワールドツアー、YOASOBI ア s i a 2023-2024の韓国、ソウル公演を開催した音楽ユニット、YOASOBI。20日、YOASOBI の綾瀬が自身のインスタグラムストーリーズを更新し、13人組グループ、セブンティーン、セブンティーンの王子、宇治から祝賀が送られたことを明かした。写真、吸いすぎる言葉が話題セブンティーン宇治が送った祝賀、 王子、夜遊び韓国公演に祝賀自身初の韓国単独公演を成功させた夜遊び。公演チケットは即完売、さらに現地メディアに向けた記者懇談会が行われるなど、韓国での注目度の高さを証明した。同公演では、王子から、コンサートおめでとうございます、と日本語が添えられた祝賀が贈られ、綾瀬は指ハートと共に写真をアップした。また、祝賀にかけられたリボンには、 夜にかけるゴッド・オブ・ミュージックと、夜遊びの代表曲である、夜にかけるとセブンティーンの最新曲、ゴッド・オブ・ミュージックの曲名が合わせて書かれている。王子が送った祝賀に反響夜遊びと王子は NHK の音楽番組、NHK ミュージック・エキスポ2023、9月14日、11月4日放送で初対談を果たしており、お互いの音楽をリスペクトし合っていた。 それから進行を深めたことがわかる今回の投稿に、ファンからは、お花を送ったの素敵。お互いの楽曲書くなんてうじさんすいすぎる。こんなに仲良くなったんだね。ぜひコラボしてほしい、などのコメントが寄せられている。モデルプレス編集部、ノットスポンサード記事。